はい、そうしましたらガイダンスを始めていきたいと思います。米西の渡辺です。今日なんですけれども、仕事も年収も勉強方法もというところで、説明を、包括的にですね、させてもらえたらというふうに思っています。20分ぐらいのガイダンスになりますので、聞きたい情報をですね、届けられるようにしたいなというふうに思うんですけれど、お手元のですね、パンフレットをお出しいただけたらというふうに思います。このカラーのパンフレットですね、あると思います。米西っていうふうに書いてると思います。5人に4人が出身、であるというところで、これのテキストというかこのパンフレットですね、見ていただいて、まずはちょっと試験制度について簡単に説明申し上げたいなというふうに思いますので、27ページですね、開いていただいて、これの27ページを開くと、こういう赤い表紙が出てくると思うんですけれども、大丈夫ですかね。はい、27ページ見ていただくと、米西試験の資格、試験制度と合格のポイントというのが出てくるかと思います。で、1ページめくっていただくと、28ページで、米西試験ガイドというところで、この講義を聞いていただいているガイダンス聞いていらっしゃる方は、ある程度下調べされているとは思うんですけれども、改めてですね、概要だけ申し上げると、28ページにあるように、まず担当試験ですね、これが最初にあって、これが大体5月の大体第3日曜日なんですけど、第2、第3日曜日なんですけど、で、これが あって、で、合格すると論文本試験ですね、があって、論文に受かって最後にやっと口述試験に行き着いて、全部ですね、合格して初めて、米西資格に合格したというふうに言えるという形になっています。で、この中で、合格率見ていただければ分かると思うんですけど、担当試験ですね、担当試験は一応 20% という形で、今回数字出されてるんですけど、29ページのですね、下の方を見ていただくと、表の2というのが、担当試験の試験データというのがあると思うんですけども、そちらを見ていただくと、29ページの下の一番ボトムのところですね、見てもらうと、合格率が3年間の推移が書いてると思うんですけど、15.5、8.9、20% というところで、20% は比較的高い年ということで、もう1年前になると 8.9% ということで、ちょっと担当試験、一次試験だけで 10% を切ってくる形になっています。で、論文試験はですね、大体ずっと 25% 前後で推移しているので、安定的なんですけども、もう山がですね、動いたんですね。昔は論文試験が一番天王山で山だったんですけども、今はですね、担当試験にどれだけ早く合格できるか。で、担当試験自体が極めて難しい。合格率見てもらっても 20% は逆に当たり年、ラッキーな年と言えるぐらいなんですけども、年によっては 8% とかですね、もっと低い年も実は過去にはあるんですけれども、というところで、担当試験をどれだけ早く突破できるかというところが一つポイントになってくるかなというふうに思っています。で、担当試験は基本的にマークシート試験なので、一般的な認識としては簡単なんでしょっていうふうに思われる方もいるんですけど、論文っていうのはこう重厚な響きがあって、ものすごく難しく考えられている方も多いんですけど、予備校に通うところの意味としては、私は担当試験の突破の方が大きいかなというふうに思っています。というのも、論文試験は一定程度のですね、書き方というのを勉強できれば、あとはボリュームを、量を積み重ねれば、かなり解けるようになっていくんですけど、担当試験というのは、ここの29ページにもありますけど、ステップ1って担当式試験あると思いますけど、ここで試験科目見てもらっても分かるように、7法令あるんですね。で、この7法令について、すべての科目について4割以上取らないといけなくて、つまりトータルで合格点、60点が満点なんですけど、60点満点のうちの6割5分で39点が合格点、合格基準点なんですけれども、今のところはですね。なんですけど、そのそれぞれの科目ごと、特許法とか、衣装法とか、商標法とか出てますけども、それぞれで4割以上いってないと、トータルで39点超えてても足を切られてしまうということなんですね。なので、よく私、皿回しって言うんですけど、7つを皿回ししなきゃいけないです。1枚でもまたしまいなので。としたときに、自分で全部それをマネジメントできるっていう、人はそれでもいいですし、一般論としては国公立の大学を出てらっしゃる方なんていうのは、その辺のマネジメントが得意な方多かったりするんですけど、大学入試のそのノウハウというのをそのまま持ってくるっていう形で得意な方もいらっしゃるんですけども、論文に比べると科目が大体倍なので、論文試験は右のステップ2というところを見ていただければ分かるんですけど、特実、衣装
で特許と実用信案は正直もうほとんど2個1と思ってもらえたらいいんで、まあ、実質3法令ぐらいしかないって思ってもらえたらいいかなと思うんですけど、まあ、そういう意味でいくと、まあ、担当試験のちょっと何ですかね、負荷というか負荷が大きいなっていうところお分かりいただけると思いますし、あとはあのステップ1のところでポイントっていうのも書いてあると思うんですけど、欄外のです、欄外というか、ステップ1で担当式試験のところのポイントの1番っていうのがありますけど、担当式試験は1回合格すると2年間免除になるんですね。なので担当試験に1回合格すると論文を3回受けられるという形になります。でも担当試験に合格しなければ当たり前ですけど論文試験はそもそも受けられないので、まあ、そうすると実力差がものすごく開くんですよ1年で、まあ、論文を実際に経験するっていうのと、まあ、担当試験に受かんなくてまた来年の担当試験のための勉強をするっていうところで、まあ、2回で合格する、3回で合格する、まあ、もちろん一発でこれ聞いてる方は一発で合格していただきたいんですけども、まあ、どうしても一発で合格できなかったっていう場合であっても担当のアドバンテージ、この免除のアドバンテージのありやなしやというのはすごく大きくて、まあ、特に先ほど見たように試験科目ですね、試験科目のやっぱ負担というのが半分になるというところで、まあ、そこは非常に大きいかなというふうに思ってます。まあ、そういう意味で担当式試験にどれだけ早くですね、でどれだけ、まあ、日常の生活にやっぱり勉強すると結構影響はあるんですけども、あまりインパクトないような形でできるかっていう意味でいくと、まあ、予備校を使う意味というのは担当式試験の方が大きいのかなというふうには思ってます。まあ、論文試験は正直そのある程度情報が入ったら、まあ、書き慣れれば書けるかなっていうところはありますので、まあ、この辺は確かに好き嫌いっていうのもあるので一概には言えないんですけども、はい、というところですね。まあ、あとは論文試験で注意しなければいけないところは、選択科目ですね。選択科目というのはこの29ページの右側に論文式試験のところでこう選択科目っていう欄があると思うんですけど、この試験科目をこの中からこう選択する形になりますよ。で理系の方は大学院行ってらっしゃる方は、まあ、ほとんどの方が免除になるんですけど、まあ、残念ながら学卒院に行ってない方とか、あと私文系なんですけど、文系出身なんですけど、文系の人間はどうしても選択科目で、選択科目というか選択科目を取らないといけないという形になるので、この選択科目を、まあ、どういうふうに対応していくか、であと一定の資格を取ると免除になる。例えばですけど情報系でいくと応用情報処理ですね、応用情報とかを取っていると、免除になったりとかするので、まあ、そっちで逃げるとですね、いうような戦略の立て方をしないと、実は結構うちのクラスも一発合格いっぱい出させてはもらってるんですけど、選択科目でやられちゃってるっていうことが毎年出てきてて、だからこう非常にもったいないですね。今年も選択科目で1人やられてて、去年も1人いて、一昨年も1人いてっていうんで、それで一発合格者が毎年1人ずつ食われてるっていう状態なので、選択科目についてもちょっと本腰で考えていかなきゃいけない。ただ情報が少ないですね。選択科目については非常に情報が少ないので、まあ、そういう意味では予備校とかをうまく使っていただいて、まあ、どの科目を取るのか、でどの資格で免除を狙うのかというところも考えておいていただく必要があるのかなというふうに思っています。もちろんこれ大学院に行ってる方はね、大学院に行っても院卒ですっていう方はあまり関係ない話かなというふうに思います。で理系の方は結構往々にして院まで行ってる方が結構多いので、まあ、その方に関しては、まあ、あまり関係ない話ではあるかなというところです。であと口述試験に関しては合格率が 94% というところで、まあ、非常に高いというところもあるんですけども、ここのそうですね、最近は全部簡単になりましたね簡単に言うと24年のですね、口述試験は 67% だったんですよ。口述試験でだから担当行って論文行って口述行っても3人に1人は落ちてたっていう状態だったんで、まあ、非常に厳しいものだったんですけど、ここ2年ぐらいなんですけど、もう口述で落とすのをやめるという形で、口述試験は比較的優しいというか柔らかい雰囲気の中で行われることが多いというふうに聞いています。まあ、実際にスーツ着て受けます口述試験で、もうほとんど就活試験みたいな形になるんですけど、で実際にその特許法と、衣装法と商標法について、まあ、一問一答という形で試験員とやり取りをするという形を取るんですけれども、まあ、かなり緊張はするんですが、まあ、比較的こう助け舟を出していただいたりとかですね、で昔は単純にこう条文を言ってみてくださいとか結構丸暗記させたりとかするような問題とかも多かったんですけど、今は少ないというところで、まあ、比較的効率については、まあ、ハードルは低いかなというところで、というのが、まあ、試験の大体の内容という形になっています。
であとは30ページとかですね、31ページに、難易度とかですね、正答率とか、あと科目別の合格基準というのが、まあ、どういう形で、になっているかなというところが、まあ、一通り書かれていますので、まあ、この辺見といていただければですね、よろしいかなというふうに思います。であと、弁理士なんですけど、まあ、業務内容は大体ご存知ですかね。どういうことをされているというのは、まあ、ご存知だと思いますけど、15ページを見ていただくと、まあ、弁理士の世界というところで、まあ、ブルーの、という形で、ね、ブルーのところ行けると思うんですけど、表紙があって、で16ページからですね、まあ、弁理士の仕事の内容というところで、まあ、広がる弁理士という形で、いろんなところに弁理士というとリーチできますよというところが書かれています。で、私はどちらかというとちょっと亜種でして、あんまり出願系はやらないので、ライセンスとか契約が結構多くやるところだったりしますし、著作権とかですね、まあ、商標はやりますけどというところが多いので、まあ、若干亜種なんですけど、普通のいわゆる一般的な特許事務所で、まあ、ゴリゴリ明細書を書くっていうところから少しずれてるんですけど、まあ、この辺は取った後に、まあ、何をしたいか、企業の中で、まあ、いろんなことをやりたいのか、事務所に行きたい。で、事務所に行きたいと言っても、その、侵害訴訟とかもこう手広くやりたいっていう方は、特許法律事務所に行った方がいいですし、弁護士がいらっしゃるってことですね。ではなくても、その、ある技術をもうゴリゴリやりたいっていうんであれば、弁理士が例えば100人ぐらいいる事務所に行って、細分化された業務を徹底的にやるっていうのも一つですし、まあ、手広くやりたいというのであれば、小さい事務所に行って、もう衣装、デザインもやるし、商標もやるし、まあ、著作権とか不正競争防止法もやるしっていうような、そういう選択の仕方もあります。まあ、いずれにしても、取った後に、まあ、どういうキャリアビジョン、どういうところをやりたいかっていうところを、まあ、例えばこの16ページに書いてる内容をわーっと書いてますけれども、見ていただいて、まあ、自分はこういうふうなところに行きたいなというようなところを考えてもらえると、まあ、一つ自分のモチベーションになるのかなというふうに思っています。私自身は合格した後に、まあ、レックでも講師させてもらってますけど、あと徳島大学とかですね、京都工芸繊維大学で、まあ、非常勤講師させてもらったりとかっていう意味でいくと、まあ、教育系ですかね、知財教育っていうところを結構、まあ、興味テーマとしてやってるってところもあるので、まあ、合格しなかったらね、その辺はもう全くそもそも話にもならなかったところなんですけども、合格することによって、まあ、そういうところも例えばリーチできたりとかしますし、あと企業内にいる場合には、まあ、その企業における知財 のプレゼンスにもよるんですけど、例えば M&A をすると、会社を買うとか売るとかいうときに、まあ、知財についての資産評価をするというところでいくと、まあ、例えばここでいくと、まあ、丸6番の M&A とかですね、16ページありますけど、あと丸7番のデューデリジェンス、会社を買うときに、じゃあその会社の中に置いてある特許とか商標というのは本当に役立つのかと。で、まあ、BS に貸借対照表に書かれているような価値が本当にその特許というのはあるのかというところを例えばチェックするとかね、いうような仕事も、まあ、例えば、まあ、企業内にいてて、まあ、経営に近いところとかで、知財も動けているような会社であればですね、あれば、まあ、そういうところも一緒にやっていくことができたりとか、まあ、そうすると例えば、ね、この会計の知識がいるなというような形で、まあ、勉強されるというような形で、まあ、自分をこうのキャリアをこうアップさせていくっていうようなモチベーションの一つになっていくかなというふうには思います。まあ、自分の今持っている強みとこう掛け算してやっていくっていうのが一番いいかなとは思うんですけど、ね、今技術してるとか研究開発してるっていうんであれば、それにこう没入して発明の発掘というところで活躍されるというところもいいと思いますし、であと弁理士のちょっと特殊なところというと、他の事業と最大の違いというところなんですけど、弁理士って今登録人員が1万人超えてるんですね。1万人以上弁理士っているんですけど、その中の3割以上が企業内ですよ。まあ企業内弁護士っていうのは最近こそ聞くようになりましたけど、まあ、4万人5万人いる弁護士の中で企業内弁護士はまだ1000人ぐらいしかいなくて、で比べると日本の弁理士っていうのは1万人いるうちの3000人以上が弁理士、企業内っていうところで、まあ非常に特殊というか、逆に言うとその、取った後にその企業の中のコアの部分に、入っていけるというところが、まあ、弁理士の面白いところじゃないかなというふうに思います。
他にもね、社労士とか司法書士とか行政書士とか、あの会計士とか税理士とか不動産鑑定士とか、まあ、資料っていうのはまあたくさんあるわけなんですけども、まあ、その中でもまあ弁理士というところがまあ企業内で生きていけるっていうのは選択肢の中の一つかなというふうに思っています。だから、まあ、例えば今研究開発してますとか営業してますとか開発してます、まあ、製造にいますっていう方が、まあ、企業の中で自分のキャリアとして知財を選ぶっていうのも選択肢として全然できますし、まずは外に出なくてもいいですね。外に出てもいいですけど、在野の弁理士として特許事務所で働く、特許法律事務所で働くっていう選択肢もいいですけれども、まあ、はたまた企業の中で出て仕事をしていくということも選択できるというところが、まあ、弁理士の面白いところかなというふうに思います。仕事としては、まあ、知財に絡んだことがある方はご存知だと思いますけど、結構国際色が豊かなので、例えばですけど、20ページ以下に、こう今、すでに活躍されている弁理士の先生たちが、こう、わーっと出てらっしゃるんですね。で、例えば20ページのこの龍華先生ですね、龍華国際特許事務所の先生は、この方は、弁理士でキャノンでもともと仕事された方ですけど、弁理士であるし、米国弁護士、アメリカの弁護士、カリフォルニア州のですね、資格を持ってたりとか、してますし、次の22ページですね、女性の先生に関しても、まあ、アメリカへの出張の時の話が書かれてますけど、特に衣装商標とかをすると、まあ、国際的なですね、保護というところで求められることが多いので、まあ、こういう形で、国際的な仕事、まあ、海外の出張があるという方もいらっしゃいますし、まあ、24ページの方もフランスに住んでらっしゃる形で、日本国の弁理士を持ちながらフランスで、その弁理士資格を持ってですね、使って、ご活躍されているというところで、まあ、取った後に、まあ、何がしたいかというと、まあ、人によって違うとは思うんですけど、国際的な仕事をしたい、なんとなく華々しくやりたいなという方に関しても、まあ、そこのニーズに応える資格なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、もちろんね、ドメスティックに国内でしっかりやりますって、まあ、それも一つだとは思うんですけれども、まあ、一つのこの夢の広がり、選択肢の一つとして、まあ、こういう海外というところについても、まあ、製造拠点とかをですね、海外に置く企業というのがたくさんありますので、まあ、一つ選択肢の一つになるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、あとは、弁理士については、転職でこう入ってくるっていう、まあ、その新卒で最初から弁理士で事務所に行くとか、企業にいるっていう方、まあ、もちろん稀にはいるんですけども、ほとんどいないので、年齢がある程度いってから合格して、で、それから転職するとか、いうことも業界的に普通、だから40歳になって初めて明細書書きますとかも全然普通なので、そういう意味でいくといつまでもそういう、なんですかね、キャリアの柔軟性を持ちやすい資格かなというふうには思っています。私の同期でいくと、定年間近で弁理士試験一発で合格して特許事務所に行ったっていう方もいらっしゃって、今は独立されてるんですけども、もう60超えていらっしゃいますけどっていう方もいらっしゃってて、まあ、そういう意味では、もちろん年収がそのままきれいにこう上がっていくかどうかというと、まあ、それは人のキャリアにもよるとは思うんですけども、経験があるかないかとかですね、その辺の影響は受けるんですが、そういう道の開ける、開けないという点でいくと、全然開く可能性というのはあるというふうに思ってもらえればいいと思いますし、遅すぎるということは全然ないかなというふうに思っています。はい。というところで、一通りですね、お話しさせていただいたんですけど、まあ、これを聞いていらっしゃる方に関しては、まあ、またですね、直接、質疑応答でお話しさせてもらえればいいかなというふうに思っています。弁理士自体は、どんどん難化してます。最近、難しくなってきてるとは思うんですけども、逆に言うと、合格さえできれば、引っ張りだこの状態なので、合格、ですね、するのは難しいんですけど、で壁は非常に高いんですけど、その壁を登りきれば、その壁が今度自分を守ってくれますので、まあ、ぜひですね、興味を持たれた方に関しては、まあ、強い気持ちで頑張っていただいて、まあ、一度直接足を運んでいただいて、アレックのですね、事務員の方とか、まあ、私に直接相談していただけたらいいかなというふうに思っています。はい、ではどうもご清聴ありがとうございました。